10年前の恋愛を引きずり、振られた真の原因すらずっと勘違いしていた向井くん。10年越しの恋愛に挑もうとするも、どうやって彼女を作ったらいいのかもわからなくなっていたが、今回のお話は、妹の夫、元気のお店で働くあんちゃんからの突然のキスをきっかけに、彼女チャンス発動。前回の失敗を繰り返さないように、今回は後期の助言もあって、慎重に一つずつステップしようとする向井。積極的なあんちゃんからの好き好きアピールにも、大人の紳士のような対応で理性を保ち、自身がちゃんと好きになるまで突発的な行動に出ないように心がけるも、結果的にそれがあだとなり、今回も付き合う前に終わってしまった。次回第3話は、振られてばかりで10年来の恋愛に未だたどり着けない向井くんに、いきなり結婚のチャンス到来か？ 3 年前に会って以来、ずっと音沙汰のなかった知花から突然の連絡をもらった向井くん。久しぶりに会った彼女から言われたのは、なんと突然の結婚の申し込みだった。予想外の言葉に、向井くんの頭の中はすでにキャパオーバー。なぜなら、向井くんと知花は3年前に。一方で、向井の恋愛の相談相手となり、時に厳しい言葉をかける元気の店の常連客、幸喜も、向井くんの心配をよそに、神田との危ない関係にますます沼っていく。そして、マミと元気の関係性にも変化が現れるようで、雲行きが怪しくなってしまうのか。好きか嫌いかよりも重要なこととは一体何なのでしょうか。突然求婚された向井くんの運命やいかに。次回第3話は、それぞれの恋が急展開を見せる回になりそうですね。今回は、素直で誠実がゆえに、不器用な向井くんが、10年前の美和子との恋愛に踏ん切りをつけ、いよいよ次のステップに進もうと、いや、進みたいと願うも、すでに八方塞がりで、良き相談相手となった幸喜のアドバイスを聞くが、実際にはうまくいかないといった様子。彼の頭の中は、彼女のことでいっぱいなのが可愛かったですが、義弟である元気のお店で働くあんちゃんとの関係に一喜一憂する様子も今回は見られましたね。あんなに可愛い子から突然キスされてしまったら、意識しない人はいないんじゃないかと思うほどドラマ的展開のキスでした。10年ぶりのキスとあって、あれで理性を保てている向井くんは偉いと褒めてあげたいくらいですね。翌日には会社で似たようなシチュエーションの話をしてた同僚たちの意見を聞き、キスをしても好きではないという参考意見から、あまりガツガツしないようにしていたものの、次にお店で会った時、向井くんの中で確信に変わったところも、なんだか全てが可愛らしく思えましたね。10歳近くも年下の子に翻弄される彼ですが、同じように幸喜も実は恋の悩みを抱えていることが分かりました。市原隼人さん演じる神田の色っぽい雰囲気は向井くんとは対照的ですが、こちらもどこか魅力があふれ気になってしまいます。一方で、あんちゃんを誠実に好きになろうと、日々精一杯の努力を重ね、仕事と並行して自分をすり減らしていた向井くん。
これが正しい恋愛なのかも疑心暗鬼になってましたね。しかし、後期からは厳しいお言葉がありました。新たな恋愛のために慎重にことを進めようとしていた彼にとっては、とても酷な忠告となっていましたが、後期の言葉は正論でした。後期との会話から恋愛を改めて理屈で考えると難しいけれど、最後答え合わせのようにあんちゃんの目線からの物語を見ると納得のいく結末でしたね。年齢や世代の違いと言ってしまえばそうなのかもしれないけれど、あんちゃんから送られてきたチャンスにその場で答えないと意味がなかったという展開、タイミングこそ重要なのかもしれません。しかしながら最後の2分のハグがあんちゃんにとってはとても深い意味があったと知ると、やっぱり計算高い女は怖いと思う反面、女性側も好かれたいという一心で駆け引きをしているというのがわかる内容となっていました。ただ甘えたい、好きだから自分を満たすためだけの2分間のハグだったわけではなく、2分間で向井くんの気持ちを試していた。それがわかると、それまでの深夜まで続くメッセージのやり取りや通話しながらの浅い睡眠に、これまでと変わらない仕事量をこなして毎日疲れ果てていた彼が、眠気マックスの状態で一刻も早く家に帰りたいからと2分間心を無にしてハグされながらも、頭の中では時間を刻んでいたあの状況はしょうがないとは思いますが、あんちゃんの最後の攻めに気がつかず、彼女の行動に真摯に対応できなかった点は惜しかったですよね。本当に好きになっていたら、きっとどんなに疲れていても、あの2分間で状況は一変していたかもしれません。そうならなかったことこそが答えでした。そんな向井くんですが、次回の予告を見ると、彼女チャンスではなく、いきなり結婚チャンスが来るという。30代に突入し、仕事も安定していて、家庭を持つには適齢期ではありますが、10年間恋愛から遠ざかり、なおかつ恋愛の仕方も迷走して2連敗を喫した向井くんに、いきなり結婚話なんて無謀ですよね。そんな彼に結婚を申し込んだ相手チカとは以前より知り合いだったようですが、音信不通となった3年前に何があったのかとても気になります。また後期もただアドバイスとして正論をぶつけているわけではなくなってきましたね。彼女の職場の先輩で離婚の噂もある神田との関係性も、向井くんの恋愛事情同様に気になります。向井くんとはまるで正反対とも言える魅力を持ち合わせている神田。後期は彼に沼りかけていますが、彼は一体どう思っているのか。それにしても、若いながらも向井くんに脈がないからとあっさりと決断し、別の彼氏を作ってしまうあんちゃんにも驚かされました。今の世代、それが当たり前の状況なのかと、向井くん同様に時代錯誤に困惑中です。次回の放送は7月26日となりますが、向井くんは本当に結婚してしまうのでしょうか。ぜひ次回もお見逃しなく。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。